香り,香り米、香り米、香り米、とは、米のうち、玄米に香りを持つ品種を言う。ジャコウ米、匂い、ヨネ、京子、カバシコ、ネズミ米、アリクサ米とも呼ばれる。世界的に最も高価な米として流通しており、特に、インドパキスタンのバスマキー、タイのカーオーホームマリ、通称ジャスミン米が有名である。香りは米だけでなく、稲全体から発せられ、 特に開花中が強い。そもそも米の香りは200以上の成分によって複合的に構成されているが、香り米の有力な好奇成分はニアセチルマイナスピロリン、アセチルピロリンであるで、香り米に含まれるアセチルピロリンの濃度は普通米品種の数倍から数十倍に上る。アセチルピロリン以外にも数種類のカルボニル化合物が好奇成分として考えられている。 なお、香り米同士であっても品種によって微妙に香りが異なるが、その原因となる成分についてははっきりとは解明されていない。香りの発現は栽培中及び収穫後の環境によって影響される。日本で行われた調査結果によると、標高が高く昼夜の気温差の大きい地域で栽培した方が香りが強い、施肥量を多くすると香りが弱くなる。 出水後30日を経過すると徐々に香りが薄くなる。高温で乾燥させると香りが失われるなどの特徴を有する。また、香り米の有力な香り成分であるアセチルプロリンは米粒の外側に多く分布しているため、精白の具合が高まるに従い香りが弱くなる。しかし、環境の違いによって香りが変化するメカニズムについては未解明の部分が多い。 香り米の香りは、アメリカでは、ポップコーンやナッツのような匂いと形容される。その他、茹でた枝豆や小豆、入り大豆、スミレに例えられる。香りの感じ方には、個人差があるが、一般に、香りが強すぎると嫌われる傾向があり、強い香りを、ネズミの尿の匂いと表現することもある。なお、香り米の香りは米だけでなく、植物全体から発せられる。開花中は、 特に強い。中国の三国時代の文献には、開花時にあぜを通れば気づくほどの香りを放つ品種の存在が記載されている。香り米は、吸肥力の強さに特徴があり、棚田などの環境不良田であっても育成が比較的容易である。ただし肥料を多くやりすぎると、香りが少なくなる傾向がある。病害中や環境の変化にも強い。一方、 竹が長く倒れやすい、収量が少ないなどの短所も有している。香り米が初めて栽培されたのは、紀元前4世紀に成立したマウリア朝東地下のインドであったとされ、高級品種として冬階級の間で流通した。当時の香り米は、ハゼキビのような匂いが稲全体からしたと言われている。前述のように、インドパキスタン産の香り米バスマティは現在でも、 高級米として流通している。中国では一世紀頃の文献に香り米を指すと、見られる、こう、という言葉が登場する。中国でも香り米は、上流階級の間で珍重されていた。日本において、香り米が記載されている最古の文献は、日本最古の農書とされる、清涼記で、香るわせ、香持ちと記載されている。清涼記と、 同じく17世紀に刊行された藍津農書にも、高和生、ネズミワセとの記述が見られる。19世紀初頭に刊行された鹿児島の農書、成形図説によると、日本では古代から新鮮米、祭礼用、京王用に用いられてきた。19世紀末に北海道庁が編纂した北海道農事試験報告によると、香り米は古くから、 不良地帯向けの稲として知られており、北海道開拓の黎明期にも活用された。日本では明治中期以降、香り米は収量が低いことや香りがネズミの尿のように感じられることがあることが問題視され、全国的に普通米省霊品種によって淘汰されていき、日本各地で細々と栽培が続けられた。20世紀後半になると、高知県、宮城県、山形県、 宮崎県、和歌山県などの地方自治体が古代米と銘打って付加価値商品としての販路を開拓し生産量は増加傾向にある。また、1989年から6年間にわたって進められた農林水産省によるプロジェクト研究スーパーライス計画に基づいて品種改良が促進された。飯として調理されるのが最も一般的な用途である。 香りの強い品種、ヒエリ、ハギの香りなどは、香りのない米などに3から7%ほどの割合で、ブレンドして調理される。香りの弱い品種、バスマティ、サリークイーンなどについてはブレンドされず調理される。小米に香り米をブレンドすると、小米が持つ匂いを隠す効果が得られる。バスマティや、サリークイーンなどのアミロース顔料の高い品種は、カレーやピラフに適しているとされる。 インドにおけるバスマティの調理法としては、塩と油のみを入れて炊くほか、湯で炒めてから香辛料薬を入れて、プラーをピラフやビリヤニにするのが一般的である。キールというライスプディングにも用いられる。日本の奈良県では茶が湯にして食する習慣もある。日本では、その他に、レトルト食品への利用や、米貨への加工も行われている。 サフランで黄色く染めたバス巻きで作るピラフはインドにおいて最高級の食事とされパキスタンやイランにも見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。